皆さんこんにちは、データです。前回の動画では熊本城と小尾城を奪い、一気に島津家の壊滅を狙いましたが、内城の攻城戦で我が秋月は敗北してしまいました。やっぱり島津家は強いね。さすが僕が惚れ込んだだけのことはあります。本当はもうこれ以上攻めたくないんですけど、これも戦国の世の常。一刻も早く九州を平定して一つにまとめましょう。いやー、内城を先に攻めたのは失敗だったね。先に肝付城を攻めてればよかった。はい、今回の陣ぶりはこの通り。今回はお殿様は出陣しません。内城で負けたのがショックでしばらく休みます。小鳥に餌でもあげて気分を癒したいです。もうこうなったらアロマオイルでマッサージをした日本で最初の戦国大名になります。よろしく頼むよ。さあ、今度こそ城落として島津殿に大手をかけましょう。まずは大筒部隊を移動します。っていうか遠いね。これは急ぎましょう。はい、この辺に移動しましょうか。今度は護衛部隊をしっかり同伴させます。本陣は信長殿一人で守ってください。ここまで移動するのにどれくらい時間がかかるんだろう。っていうか本陣から天守まで何キロなんだろうね。いつも思うんですけど、城下町の距離感がいまいちよくわからないんですよ。天守まで行くのに何日もかかるじゃないですか。数日かけて移動するってことは見た目以上に距離があるってことですよね。大筒部隊の移動の速さは、まあ人間が歩く速さと同じとするとだいたい時速4キロですか。で、1日に何時間移動するかによって距離を測れますよね。はい、ここまで来るのに3日かかりました。撃て。ちょっと気になったので軍隊が1日に何時間移動するか調べてみました。東京から大阪まで112日かけて移動したという記録があるそうです。これを換算すると1日の移動距離は5キロ。ずいぶんゆっくり進んだんですね。まあ作戦にもよるでしょうけど、羽柴秀吉の中国の大返しはもっと早かったでしょうし、まあ大筒部隊は重たいもの運んでるんで、まあ、1日5キロとしましょうか。で、今大筒部隊は3日かけて本陣からここまで移動しました。ということは5キロかける3日で15キロ。あそこからここまで15キロなんですね。そんな遠かったんだ。で、そこから計算するとですよ、この城結構な大きさですよね。ちなみに皇居は1周5キロ。だから、この城は江戸城の本丸より広いわけですね。それじゃあ簡単に落とせるわけがない。護衛部隊の士気を上げるために少し攻撃しましょう。む、でかした。撃て撃て。撃て。撃ち込んで。撃て。おお、そこにいるのは鬼島津殿。お覚悟召されい。さ
すがにこんだけたくさんの武将に攻められたら鬼島津殿といえどもかなうまい。放て。ひょっとして関ヶ原の合戦みたいに敵陣を中央突破するかな。あれはかっこいいよね。だから僕島津が大好きなんですよ。人間って追い込まれた時に本性が出るじゃないですか。あの状況だったら少しでも敵から離れようとしますよね。それを島津義弘は正面からぶつかってすり抜けていく。もうかっこいいとしか言いようがありません。はい、落ちました。まただよ、また三好が一撃で滅ぼした。勝てるのかな三好に。不安で仕方がないんだが。では島津家最後の城内城を攻めましょう。今回はお殿様も出陣です。アロマオイルでマッサージしたおかげで少し元気になりました。いやいや、戦国大名だって癒しの時間は必要ですよ。あれだけたくさん人を殺してるんですから精神が参ることだってあるはずですよ。織田信長もランジャタイを欲しがってたじゃないですか。そうですよ。信長殿だって癒しの時間が必要だったんですよ。では参ろう。大筒部隊は前回と同じ場所に移動しましょう。護衛部隊もしっかりそばについてください。お殿様は一人で本陣を守ります。では島津殿に敬意を表して島津義久の生涯を見てみましょう。島津義久は島津家第16代の当主、義弘、利久、家久といった3人の優秀な弟と家臣団を従えて九州の大半を手に入れ、島津家の絶頂期を作り上げました。耳川の戦いで大友宗麟を撃退、沖田縄手の戦いでは龍造寺高信を破るなど数々の戦で勝利。我が秋月をはじめとした九州の大名たちはこぞって島津家に服従しましたので九州の統一は目前でした。しかし豊臣秀吉の九州征伐によりその野望は打ち砕かれます。多くの領地を召し上げられ、わずかに薩摩、大隅、そして日向の一部のみ所領を許される結果になりましたが、完全に滅ぼされた小田原北条氏とは対照的と言えるかもしれません。つまりそれだけ強かったんでしょうね。完全に滅ぼすのはいかに豊臣秀吉といえど難しかったのかもしれません。関ヶ原の合戦の時、島津義弘は西軍について徳川家康と戦いましたが、島津義久は九州にいました。このため関ヶ原の合戦は義弘が勝手に西軍についただけで、
島津家として西軍についたわけではないと義久が弁明したんですね。しかし実際には西軍の小西行長の所領である宇土城が加藤清正の軍勢に包囲された時、島津軍は東軍の加藤清正の軍勢と戦っているんですね。だからこの義久の弁明は、まあ完全に奇弁なんですけど、戦の後、立花の宗茂、黒田助水、そして戦った相手でもある加藤清正が島津家の所領安堵を願い出ています。だから島津家が生き残ったのは単に強かったからだけではなくて、戦った相手にも愛されるような人間的な魅力があったからではないでしょうか。この島津義久の人間的な魅力を物語るエピソードはたくさんありまして、全部紹介するとこのゲームが終わってしまいます。だから一つだけ紹介しましょう。義久と義弘、年下の3人は正室の子供であるのに対し、末っ子の家久は身分の低い妾の産んだ子供でした。ある時この4人の兄弟で馬追いをしていたんですけど、三男の年久が馬を見ています。馬の毛色はだいたい母馬に似ています。人間も同じですね。つまりこれは身分の低い妾から生まれた家久をからかったんですね。そこで長男の義久が言います。人間は獣ではない、徳というものを持っている。学問をして徳を磨けば父母よりも優れ、徳をおろそかにすれば父母に劣る人間になる。どうですか、いい言葉ですね。さすが僕が惚れる板始末殿ですよ。もう親が立派であろうが、ダメな親であろうが、優れた人物になるのは本人の努力次第ということですよ。末っ子をかばってピシッとこう言えるから、島津義久は敵にも愛される戦国大名になったんですね。そんな末っ子をいじめ抜いたシンデレラのお姉さんとは大違いですよ。そこで自分の息子を敵にも愛される戦国大名にしたいあなた、まずは不倫をしましょう。そしてよそで子供を作りましょう。で自分の息子にその子を会わせましょう。で自分の息子がよそで作った子供に優しかったら、その子は敵にも愛される戦国大名になれます。だからそういう優しい子になるように前もって教育する必要がありますね。ウサギとかモルモットみたいに、まあ、なるべく可愛らしいペットを飼います。オス1匹とメス2匹です。でたくさん子供を作らせます。で子供に言いましょう。ほらごらん、兄弟みんな仲良くしているね。これで自分の息子はよそで作った子供にも優しくなるでしょう。ああそうそう、奥さんもあらかじめ教育しておきましょうね。奥さんにはほらごらん、メス同士が仲良くしているね。はい、逆に旦那さんが急にウサギのケージを買ってきたら不倫を疑いましょうね。何か企んでいるかもしれません。はい、夫婦の問題が片付いたところで対島津戦も片付きました。僕が愛する島津殿の生涯を語るのにふさわしい高尚な話ができてよかったです。まあまたいずれ語る機会もあると思います。島津殿の大事な家臣である丁重に扱ってください。ああ来ないか。
さらばでござる。さて、九州平定まで残り1か条になりました。いやー、長い道のりでした。人吉城の相良家です。この方はいつも後ろ向きなんですよね。どういう御仁なんでしょうか。正体不明です。狂った戦国の世に背を向けていますので、きっと正常な人なんでしょうね。相良家とうちはずっと同盟関係でした。でも領地が接してなかったので大した交流もなかったですね。最初の交流が戦争というのも因果な話です。相良家と同盟関係が切れるまであと3期間、三好とは2期間なので、三好の方が先に切れるんですね。ただ三好とは婚姻関係があるので、すぐには戦争にならないと思います。ただしいずれは全面戦争になりますので、準備を進めておきましょう。この吉田郡山城が対三好戦争の前線基地です。ここは本願寺や八幡宮、そして南蛮町の3つとも相性がいい城です。この3つとも相性がいい城というのは全国でもわずかなんですね。だから対三好戦が始まる前に吉田郡山城を手に入れたのはラッキーでした。ではどんどん開発を進めましょう。はい、ついに三好との同盟が切れました。怖いね。もう三好の勢いはとどまることを知りません。我が秋月がその勢いを止めることができるんでしょうか。では九州最後の城、人吉城を攻めましょう。今回の陣ぶりはこの通り。道雪や信長殿といった主力部隊は三好に備えて中国地方の前線の城に配置しました。早く九州を片付けて我々も移動しましょう。ただ三好と接している城が6つもあるんですよ。中国地方に3つ、四国にも3つあります。こんだけ前線が広がってるとしんどいね。では参ろう。またしても天守から遠いところに陣取ったよ。大筒部隊をすぐに移動させます。馬とか鉄砲はみんな対三好戦の城に送っちゃったので、護衛部隊は槍で守ってください。ではここで相良家の当主、相良義比の生涯を見てみましょう。相良義比は相良家の第18代の当主。ずっと後ろ姿しか見てなかったので、どんな顔なのかなと思ってましたけど、肖像画を見ると結構勇ましい顔をしてるんですね。もっと甘いルックスかと思いました。
で、結構かわいそうな生涯を送ってる人でして、ヨシヒという名前は、将軍足利義輝からヨシの一字をもらった片意味なんですね。ところが、このことをよく思わなかった大友宗麟と島津義久が室町幕府に激しく抗議します。相良のくせに上様のお名前の一字を名乗るなんてけしからん、というわけですね。だから、ヨシヒという名前を長い間名乗れなかったようです。それはかわいそうでしょう。だからこの人後ろ向いてるんですね。うちと同じ九州の小大名ですから、後に島津家に服従しますが、もともとは反島津の立場だったので、島津と敵対する勢力と仲が良かった。それが彼の悲劇を生みます。島津の命令で阿蘇氏と戦うことになりますが、それは相良義妃の意に反するものでした。でも命令には従わなければならない。そこで、あえて自分にとって不利な戦をしてわざと負けるんですね。で、この戦に行く前に神社にお参りに行くんですけど、この時突風が吹いて鳥居の横にあったクスノキに旗が巻きつくんですね。で、旗を取ろうとしたら旗が折れてしまったんです。そんな戦の前に旗が折れるなんて不吉じゃないですか。で、やっぱり戦では負けて戦死してしまうんです。実はこれに似た話があって、まあ僕自身の話ですけど、ある時スーパーマーケットで買い物をしたんですね。すいません、急に現代の話になってしまって。で、そのスーパーマーケットで僕のカバンが陳列棚にあったクッキーの箱に引っかかってバラバラバラっと落ちたんですよ。それでもうめんどくさいなぁと思いながら、落ちたクッキーの箱を元に戻したんです。20個ぐらい押したかな。割とめんどくさかったですよ。で、お店を出て道路を歩いてましたら、僕の目の前、だいたい30メートルぐらいでしょうか、の前の電柱に車が勢いよく突っ込んだんですよ。で、車がもう大破しちゃって、だからもしあの時僕がスーパーでクッキーの箱を落としてなければ、ちょうどその電柱のところを歩いていたでしょう。ということは、僕は車に轢かれて死んでいたかもしれない。だから、何かに引っかかって足が止まるというのは、それ以上前に進んではいけないという前兆だと思うんですね。これを信じるか信じないかはあなた次第。はい、話がまとまったところで、九州も一つにまとまりました。みんなご苦労であった。ついに我が秋月が九州を統一したぞ。我がご先祖様もさぞやお喜びであろう。これより東へ軍を進めるが、我が秋月の前途に栄光あれかし。九州の強者たちよ、さらばでござる。